ネクションというんですけれども、バイスアームでも2005年に、一度ここに張り巡らせてもらって、それらというのがかなり結構シリーズとして私の中で表現をしてきました。でそれらというのが終わってしまうと、毛糸の塊となってうちにはボロボロしていたんですけれども、それだけではちょっと悲しいということで、それぞれの量によってあまり大きさというのに、支障がないというかイメージしやすい動物たちの、頭部のソフトスタクチャーとして、再現してきました。一応これは記録イコール標本として、これから、また新たな、作品が変わるという意味で、チェックしてみました。私自身というのが神音、動物の神音というのをかなり変化としてやってきたと思いますので、それらの、時間、あとは、物との関係というのも、結局10回やってるのか、これ11回目か。そうです。このあ、そうか、4は 200m やからとか、この 100m はちょびっとっていうことや。あ、そうか、3800とか2800とかやっぱ多いんや、量が。で、その例えばマホロバやと、マホロバはなんで猫になってんの？え？その量から考えたら？あ、そうです、そうです。あ、そうか、そうか、そうか、あの、僕も大きさがとかっていうのがあんまりこう、かけ離れたイメージにならないよ。あー、なるほどね。Mariko Honda,
来てもらいます。彼女は一応僕の女ということになってます。それも何年も前からですね。そうそうそうだよね。でしょう。そうです。俺も仕事がなかった。本人は夢で見てたっていう。仕事がなかった。そうそう、なかったんですよ。うん、めちゃくちゃ前。90、10年前です。そう。10年前。そう。だから翔がどこに泊まったっていうことはさ、ところで昨日も出たけど、翔は収まんねやろな。どっかの。ちゃんと収まって収まる人だと思うよ、ね、あの人は、ね、もうちょっと破天荒にしてほしいよね。もう出してる展覧会自体がシャネルとこの間はしゃあ、それで言いとったわ。そうそうそう。で、麻生さんのお嫁さん、麻生さん今の首相の、あ、その人がプロデュースをした。そう、麻生の嫁になりそう。キュレーターまではいかない。そう、ギャラリストみたいなことやってるし。うちには挨拶もいない。悲しいね。高石にも、葉山富雄も、京都に出店作ったのに、ここには挨拶ないで。それいかんね。あと行くね。京都の藤井の時、なんで京都の話ができるんだろうね。そうやな。そやそや。やっぱりこれ見てたな。どっか読んだら挨拶に来てほしいな。いろんなねえか。これ、結果ってみたいな。なるほど。